ヤードが踏み込んでるのを見てるんで、アウトコースよりもやっぱインサイドで、で早いタイミング遅れてるの分かってるんで、詰まってくれるのも考えてると思うんですよ。今度は真ん中寄り、拾った、レフトへどうか、伸びはどうか、そのままスタンドに飛び込みました。前さばき拾っていきました、お見事。今シーズン第1号は先制のツーランホームラン。厳しいインコースのボールを見た後、抜いてくるボールを見事レフトに持ってきました。伸びる弾道でした。レアードツーランホームラン。さあ隅田から先に得点を奪いました千葉ロッテマリーンズ。いやージョニーさんお見事でしたね。やっぱりね、外目のチェンジアップでしょうね、はい、だからインコース、まあ、結果論って言われたらそうかもしれないですけど、はい、やっぱりこう見てて速い球インコース投げておいけば詰まるだろうなっていうところで行ってもよかったんでしょうね、はい、うん、まあ、その前の踏み込み方見た。Hey!